静岡西部地区で昔からラーメンが好きなら一度は訪れているであろうラーメン店、気になりませんか？味付け本店に行きましょうか。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人ブログもよろしくね。 JR 東海道線掛川駅から徒歩4分、掛川駅に比較的近い場所にあるラーメン店。15年以上前に一度来ています。だいぶ前なので、もう当時のことはあまり覚えていません。近くには居酒屋や飲食店なども多数ある場所。夜の方が人通りがあるのかな。掛川城も近いですね。結構昔から人気があるお店なので、静岡県西部で昔からラーメンが好きな人は一度は行ったことがあるのではないでしょうか。ラーメン店だと麺亭18番が近くにあります。他、店主が超個性的な人で、すするくんが動画撮影を断られたと噂のジェットや、ラーメン人気投票で何度も1位になった麺屋サスケ本店、創業100年以上の歴史がある食堂キネマ食堂が比較的近くですね。味付けですが、本店の他に袋井店、浅葉店があります。以前は浜松にも支店があったようですが、現在はありません。袋井店は行ったことがありました。袋井店は駐車場が共同でかなり広かったです。しかも訪問時通し営業だったので行きやすかったです。藤枝駅の近くに金金亭本店があるのですが、そちらのお店も超人気ラーメン店。藤枝や島田あたりのラーメン好きなら知らない人はいないのではと思われます。こちらのラーメン店に影響を受けたお店なども数多くありますよね。キムチが入るラーメンがメニューにあるのが特徴的です。似たようなラーメンを提供するお店も多数あります。焼津市や藤枝市の蔵、島田市や藤枝市の大樹など、金金亭ののれん分けが蔵で、蔵ののれん分けが大樹であってます。詳しいことをご存知の方がいらしたら教えてください。味付け掛川本店には訪問時お店の駐車場がありませんでした。お店の隣にコインパーキングがあります。ここって以前銀行じゃなかったでしたっけ。静岡県掛川市駅前3-8、周辺には居酒屋やキャバクラなども餃子ののぼりが目印、店頭の豚骨ラーメンの大きな看板が印象的。カウンター席とテーブル席あり、ニンニク豆板醤完備。サムライ麺と餃子。味付け麺とサムライ麺の違いは、味付け麺にはキムチが入り、サムライ麺にはそれに加えてオリジナルの辛味だれがついてきます。トッピングはチャーシュー、メンマ、キムチ、ネギ、味玉、海苔など。スープには黒ごまが浮いていました。袋井店で同じメニューを食べましたが、そちらはメンマではなくもやしでしたね。味付け卵やキムチ、チャーシュー、メンマなどすべて自家製にこだわっています。豚骨、鶏ガラ、野菜などから作られるスープは口当たりは優しくて飲みやすいもの。
ややとろみがありましたね。臭みはほとんどなく、ニンニクの風味が感じられます。ただ、酸味が結構ありました。酸っぱ辛いスープです。ここに醤油ダレが合わさりますが、このタレの開発にはかなりの年月がかかっているそうです。このスープは中毒性があり、一度食べたら忘れられなくなります。なので、リピーターも多いのでしょうね。キムチが辛すぎず、やや甘みも感じたりして絶妙な美味しさ。単品でトッピングすると、400円しますが、値段も納得の美味しさだと思います。これをつまみに、ビールが飲みたくなりました。中太ストレート麺はもちもちしています。加水率高めで弾力のあるもの。食べ進んでいくとキムチなどが、スープに溶け込んでいき、辛みが増していきます。でも全体的に袋井店ほどの辛さはなかったですね。あちらは個人的には激辛に感じました。いただいたコメントに答えていくのコーナー。浜松市西区の中華そばひばりにいただいたコメント、食べてみたいですね。一味違う感じですね。そう思っていただけたらお店を紹介してよかったと思えます。いろんな人にいろんなラーメン店があるということを知ってほしいんですよね。それからいろいろ食べ歩きをして自分好みのラーメン店を見つけてもらえればと思います。そろそろ味変がしたくなってきました。ニンニクを入れてみましょう。こういうスープにはやっぱりニンニクがよく合います。ジャンク感が増して食欲アップ、とんでもなく美味しい。スープを飲みたくなる衝動に駆られます。味玉はとろけるちょっと手前のやや固めな感じ。豚バラチャーシューは結構大きめ。柔らかく煮込まれていて、脂身の部分がとろける美味しさ。前回この系統のお店に行った時、酢が合いますよとコメントをいただきました。さらに酸味が増してとても美味しい。もともと私は酢が好きなのもありますが、これは癖になる食べ方ですね。餃子は4個で1人前。一つ一つが結構な大きさ。中身がパンパンに詰まっているようです。熱々なのもあり、一口で食べるのは大変な感じ。ニンニク、豚肉、野菜などがたっぷり入っていました。これは自家製なのかな。焼き目がパリッとしていて、皮自体はもちもちしたもの。ニンニクがやや強めに効いていました。ニンニク好きにはたまらないもの。久しぶりに美味しい餃子を食べた気がしました。酢と醤油でいただきました。ラー油は見落としていただけなのかもしれませんが、なかった気がしました。なので卓上にあった豆板醤を投入。キムチを食べてビールが飲みたくなり、餃子を食べてまたビールが飲みたくなり、次回は夜来てみたいですね。静岡県掛川市の味付け本店。近くには居酒屋や飲食店など多数ある場所。掛川駅に近い場所にあるラーメン店。カウンター席とテーブル席あり。サムライ麺、酸っぱ辛いスープです。キムチが辛すぎず、やや甘みも感じたりして絶妙な美味しさ。細縮れ麺は柔らかめ。餃子は一つ一つが結構な大きさ。中身がパンパンに詰まっています。ニンニクがやや強めに効いていました。キムチもうまいし餃子もうまい。両方ビールが飲みたくなる食べ物だ。次回はビールと餃子とキムチで決まり。